デビアン9のスクリーンショットでデビアンは固定されたスケジュールでリリースされていない。近年のリリースはおおよそ2年ほどをかけてデビアンプロジェクトによって作られている。デビアンディストリビューションのコードネームはトイストーリーの映画に登場するキャラクターの名前から取られている。デビアンの非安定版はシドと名付けられており、これは彼の玩具を破壊するキャラクターの名前である。 デビアン1.0はリリースされていない。これはベンダーが誤って開発版のリリースをこのバージョンナンバーで出荷してしまったからである。パッケージ管理システムの DPKG とそのフロントエンド D スレクトはデビアンにおいては以前のリリースで開発実装済みであった。A アートバイナリからエルフバイナリへの移行は計画されていた1.0のリリース以前からすでに始められていた。 また、唯一サポートされていたアーキテクチャは、インテル8386であった。デビアン1.1は、1996年6月16日にリリースされた。このリリースには474個のパッケージが含まれている。デビアンは、エルフバイナリフォーマットへの移行を完了させ、Linux カーネル2.0を使っていた。デビアン1.2は、 1996年12月12日にリリースされた。このリリースには848個のパッケージが含まれており、これは120人の開発者によりメンテナンスされていた。デビアン1.3は1997年6月5日にリリースされた。このリリースには974個のパッケージが含まれており、これは200人の開発者によりメンテナンスされていた。 デビアン2.0は1998年7月24日にリリースされた。このリリースには1500個のパッケージが含まれ、これは400人を超す開発者によってメンテナンスされたいた。LIBC6 への移行が行われ、デビアンはモトローラ68000シリーズアーキテクチャへの移植が行われた。デビアン2.1は 1999年3月9日にリリースされ、これは2250個のパッケージを含んでいた。パッケージ管理のフロントエンドとして APT が導入され、アルファーとスパークへの移植が行われた。デビアン2.2は2000年8月14日から15日にかけてリリースされ、450以上の開発者によってメンテナンスされる2600のパッケージを含んでいた。 新しく含まれたパッケージにはディスプレイマネージャーの GDM やディレクトリサービスのオパンルダップ、セキュリティソフトのオパンシュまたメール転送エージェントのポストフィックスなどが含まれる。デビアンはパワー PC と ARM アーキテクチャに移植された。デビアン3.0は2002年7月19日にリリースされ、 900を超える開発者によってメンテナンスされる8500前後のパッケージを含んでいた。KDE が導入され、IA-64、64, PA、リスク、MIPS、S390 のアーキテクチャに新たに移植された。デビアン3.1は2005年6月6日にリリースされ、おおよそ15,400のパッケージを含んでいた。このリリースでは、 デビアンインストーラーと OPENOFFICE.org が新たに含まれた。デビアン4.0デビアン4.0は2007年4月8日にリリースされ、1030人以上の開発者によってメンテナンスされるおおよそ1万8000のパッケージを含んでいた。デビアンは X86 から64に移植されたが、M86 キロアーキテクチャへのサポートは廃止された。 このバージョンでは UTF-8 と Dev によるデバイス管理がデフォルトとなった。デビアン5.0デビアン5.0は2009年2月14日にリリースされ23,000個以上のパッケージを含んでいた。デビアンは Armel Architecture に移植された。デビアン6.0デビアン6.0は2011年2月6日にリリースされ29,000個以上のパッケージを含んでいた。 ウェブブラウザの Chromium が新たに含まれ、クフリーブスドへの移植が行われた。また、インテル 486αPA ディスクアーキテクチャへのサポートが中止されている。スクイーズはノンフリーなファームウェアのコンポーネントがポリシーの問題によりメインレポジトリから除かれた最初のリリースである。デビアン7デビアン7は2013年5月4日にリリースされ、 36000個を超えるパッケージを含んでいた。UEFI のサポートが追加され、ARMHOF S390X アーキテクチャのサポートが追加された。デビアン8デビアン8は2015年4月25日から26日にかけてリリースされ、43000個を超えるパッケージを含んでいた。このリリースではシストムディがイニットの代わりにデフォルトでインストールされている。 デビアンは ARM64 と PPC64 ルアーキテクチャに移植されたが IA-64 クフリーブスド S390 Spark のサポートが中止された。デビアン9デビアン9は2017年6月17日にリリースされ5万1個を超えるパッケージを含んでいた。インテル586、インテル586、686ハイブリッド。 パワー PC アーキテクチャはストレッチではもうサポートされていない。デビアン10デビアン10は2019年7月6日にリリースされ57,703個のパッケージを含んでいた。このリリースでは UIFI、セキュアブートのサポートが追加、フォーマーのデフォルトでの有効化、l ク x のデフォルトフォーマットとして l ク x 2の使用。 GNOME での標準でのウェランドの使用などの変更が行われている。デビアン11は次にリリース予定の OS であり、まだリリース日などは決まっていない。ありがとうございます。